ずいぶんバタバタとしていますね。何かトラブルですか？ああ、キャストが一人戻ってきていないんだ。開演まであと5分もありません。大丈夫なのですか？大丈夫じゃないからバタバタしてるんだろう。その割にあなたはずいぶん落ち着きようだ。慌てたってどうしようもないさ。そっちは今日も文芸部の売り子だったよな。サボってるの見つかったら後で春日にどやされるぞ。いえ、ここにいるのは鈴宮さんの指示でもあるのです。ご自身は現場を離れるわけにはいかないから、しっかり感激して後でつぶさに報告せよ、とのことで。なるほど、ご苦労なこった。どういたしました。それでは僕はそろそろ客席の方に行きますので。ま、ゆっくりしてってくれ。朝倉のやつ、へそを曲げてバックレやがったんじゃねえだろうな。まさか。ごめんね、遅くなって。朝倉さん、用事が長引いちゃって。みんな準備はいい？準備はいい？じゃねえよ、遅えよ。朝倉、本当にごめんね。それから谷口くん、言いそびれちゃったけど、せっかく借りてくれたピースポットを生かせなくてごめんなさい。別に朝倉に謝られることじゃねえよ。そう言ってくれると助かるわ。2回目の公演はいいものにしましょうね。おう、まあもともと俺にはピースポなんて無用の長物って感じだったしな。なくてちょうどいいくらいだろ。それを言うなら無用の成仏だよね。期待してる。じゃあみんな、もうすぐ開演だから持ち場について。今度こそお客さんをあっと言わせちゃいましょう。誰の携帯だ？うるせえから早く出ろよ。もしかしてお客さんの忘れ物かな。出た方がいいんじゃない？じゃあお前出てくれよ。もうしょうがないな。もしもし。え？ここは1年5組の教室ですけど。え？キョン？わかりました、変わります。俺？知り合いみたいだよ。もしもし。あ、キョン、ちょっと待ってね。は？どうも、小泉です。その携帯、あなたの教室にあるのですね。これ、お前のか？ええ、先ほどどうも落としてしまったようです。お前にしちゃ、うっかりが過ぎるんじゃないか。朗読劇のあまりの素晴らしさに我を忘れていたのかもしれません。よく言うぜ。どうする？取りに来るか？それがすでに駅の方にまで来てしまっているのですよ。今日はもう帰らなくてはならないので。お手数ですが、明日どこかでお返しいただけますか？そうですね、放課後にいつもの喫茶店でいかがでしょう。あ、ああ。どうされました？ああ、いや、わかった、預かっておく。お願いします。あと、そうそう、一つあなたのために耳寄りの情報をご提供しましょう。そういうわけですから、ぜひともいたわってあげてくださいね。それでは鈴宮さんに代わります。じゃあね、キョン、また明日。ああ、ちょっと待って、ユキ、なんか言うことある？ん？ないのね。長友一緒なのか？そうよ、今からお茶しながら反省会よ。それじゃあまた明日。あ、ああ。